ちょっと緊急で動画回してるんですけども、こいつを序盤でゲットする方法をね、入手したので、ぜひ皆さん、序盤の方だったり、中盤の方も含めてね、ぜひこいつゲットしてもらいたいなと思って動画回してます。で、なんですけど、やっぱね、普通だったらこいつって、で言いますと、始まりの大地を西側に行っていただいたところの火山地帯の真ん中、ここに48レベルのジオラーバっているんですけど、このボスがこいつなんですよ。で、こいつ僕ですね、実はこれ49レベルに今なってるんですけど、僕ボス戦で倒して入手したわけではありません。なんとこいつ序盤からでも配合を組み合わせれば完成することができるということが判明してしまいまして、これはマジでやばいよ。で、こいつのね、まあ攻撃性能だったりですとか、あとはライドした時にどのような感じになるのかとかも含めて全部解説していきたいと思いますので、ぜひ参考になったなと思っていただけたら高評価などよろしくお願いします。それでは早速なんですが、まずは配合方法からやっていきましょう。こちらのペコドンが必要になってきます。このペコドンに関しての生息区域になるんですけれども、マップで言うとこちらのオレンジ色の場所になるんですが、まあ、マップを開放してない方はぜひね、こちら停止していただいて、オレンジ色のところをねスクショなどしてみてください。ペコドンは始まりの大地を西側に行ったところ、終剣者の滝っていうところがあるんですけど、ここにまず行っていただきます。はい、で着きました。もうこの辺周辺にねペコドン、ほらもういたんだよね、もういるんですよ。で、このペコドンを、これオスメスどっちもいるんで、まあどっちも取っていこうかなと思います。ペコドンも18レベルなので、あの本当に序盤からでも取れちゃいます。なのでぜひね、このペコドン取ってみてください。パルスフィアでも全然取れるので、まあ、攻撃はしてくるんですけど、まあ、うまい具合にね、回避をしつつ、攻撃も当てつつでやっていけば、まあ、さほどね、序盤でとしても、まあ、防具をつけていれば何ら問題ないと思いますので、そのようにダメージを食らわせたら、はい、パルスフィアでね、もう 33% から始まるんで、まあ、ほぼほぼね、1、2回、3回やればもう取れるんじゃないかと思います。ぜひね、まあ、男女ともにいたらね、いいんですけど、まあ、取っていきましょうという感じですね。さあ、32% ということで、まずはこいつを取らないと始まらないので、確保していきたいと思うんですけど、何？結構逃げるな。まあ、パルスフィアだからね。まあ、できればね、まあ、メガスフィアとか、あったり、ギガスフィアとか、あるんであれば、まあ、その方が全然いいと思います。僕的には今、パルスフィアしかなくて、どうしてもこれで取らなきゃいけないっていうね。はい、取ることができました。では、続いてはなんですけれども、こちらのエレパンダを取っていきます。まあ、皆さんもしかしたら生息区域知ってる方もいると思いますが、一応初心者の方も見てると思うので、ちょっと解説させていただきます。マップの一番下の、こちらの金領区という場所があるんですけど、ここにいます。なので、ここに向かっていくんですけど、始まりの大地から南側に波乗りで行ったり、空を飛ぶで行ったりとかしたり、漂流者の浜の方から、右側に行っていただければ、着くことできます。これ本当にびっくりするぐらい簡単に作れてしまうっていうことが分かってしまったんで、これみんなジオラーバ持つぞっていう俺思ってるんですけど、はい、じゃあまあ向かっていきましょう。まあ飛行のパルだったらね、すごい簡単に着くんで、まあ僕はねちょっと伝説のパル持っちゃってるんで、まあこれでね早速ですけれども着いちゃいましたと。金力の区域の中にたまにねいない時があるので、ここだけ注意かなと。今日いないかな、今日はいなさそうっすね。そうね、2階もあるんだけど、今日はエレパンダちょっといないみたいだね。あ、いましたね。で、さっきいなかったじゃないですか。いない時はすごい遠くに行ってもう一回戻ってきてください。そうするとこの金力ロードされて違うモンスターが出現します。結構豆知識だと思うんですけど、また次の日になるまでベッドで寝て過ごそうとかってしなくてもいるので、一回ちょっと遠のいてまた来てロードが始まったらいるって感じですね。で、今回エレパンダ19レベルなんですけど、パルとかいればね、パルとかに攻撃してもらってもいいんだけど、まあ俺のパルが割となんか強いパル連れてきちゃったんで、あ、まあこいつは弱いか。これでちょうどいいぐらいかな。攻撃してくるんで、これはローリングで避けましょう。はい。ね、パルが攻撃してくれるんで、あ、危ない危ない危ない。もういいもういいもういい。で、これで捕まえよう。パルスフィアでね、捕まえられるんで、はい。31%。ちょっともう1回かな。さあ、来い。どうだ ?31?62? あ、これゲットできた。こんな感じでですね、パルスフィアでもエレパンダをゲットすることができます。これで、もう、終わりです。はい。これで終わりです。これやばくないですか？こんなので、ジオラーバが作れんのかよって感じしますよね。ちなみに僕も、最初めちゃくちゃ疑ってました。ただ、これガチなんですよ。で、ジオラーバのサドルをちょっと作っておきます。で、ジオラーバに乗った時、ライドした時はどんな感じなのかとかね、飛行できるのかとかもね、検証していきたいと思いますので、サドルを先に作っておきましょう。で、配合牧場行く前に、皆さん、アヌビス持ってますか？アヌビスね、めちゃめちゃ手作業ね、強いんですよ。っていう手作業4なのね。レベル4の手作業なんで超早いんですよ。サドル俺が作ってても、こんな感じのさ、まあ時間数じゃないですか。でも、はい、アヌビスがやると、こんなに早いの。もう全然違うよね。
もう人間の俺がやるのよりもアルビスにやってもらってた方が圧倒的にいいというね。しかも手作業してる時のアルビスめちゃくちゃ可愛いの、やばくないですかこれ。さあということでジオラーバのサドルもできましたので、ここからは早速ですが配合していきましょう。で一応皆さんもう知ってる人多いと思うんですけど、一応ねこれ初心者向けでもねできることなんで、配合するためにはこのケーキというものが必要になってきます。でこのケーキの作り方に関しては概要欄にリンク載せておきます。もしケーキの作り方がわからないっていう人はね、ぜひそちらの方をご覧いただければと思います。でそしたらですね、さっき取ってきたエレパンダをまずは拠点に置きまして、エレパンダを抱っこして配合牧場にこちらにアサインさせますと。でアサインさせました。でこいつがオスなんで、一番最初に取ったペコドンいるじゃないですか、ペコドンを配合させます。こいつメスなんで、はい、こいつも持ってあげて、でっけえ腹でっけえ腹だな。でここにアサインさせてあげましょうと。でまあそうするとね、2匹は愛を育んでいますということで、まあ、僕がいないところでね、エレパンダとケコドンがこうやって愛を育んでるわけですよ。で時間が経ったら卵ができるんですけど、卵ができるまでちょっと一旦待ちましょうか。でその他にもですね、いろんな配合に関しては動画出してますので、本当に初心者の方でも強いねパルをね入手することできるような配合を解説とかしてますので、ぜひよかったらねチャンネル登録とかねしなくてもいいんで、ぜひあの動画の方だけでも見に行ってみてください。はい、ということでですね、二人の愛の育みが終わりまして、なんとこちらの巨大卵が誕生したということで、こちらを開けていこうかなと思います。こちらの方に僕は卵を開封できる孵化器があるんで、こちらのね孵化器で、やっていこうと思います。でセットしていきたいと思います。はい、ということでセットして時間が経ちまして、竜の巨大卵というのが完成しました。こちらを孵化させていきたいと思います。はい、孵化をするとですね、こちらになります。はい、ボルゼクスが生まれました。はい、こちらがボルゼクスです。こちらもね本当に強いボスパルなんですけれども、本当にジムリーダーが使っているボスです。これがなんとあのペコドンとエレパンダで合成すると出来上がるということ で新たにこのボルゼクスとさらに配合していきます。先ほど配合したこちらのボルゼクスくんいるじゃないですか。でボルゼクスくんをさらにですね配合させた後に、さらにまた配合させていきます。でこちらでですね、ボルゼクス、おお、なんだなんだなんだ、逃げたんだけど、バグってる可能性あるので一旦もう一度ちょっと試しに、あ、いけたいけたいけた。でさらには先ほどのエレパンダも、こちらに配合ボックスに入れていきますと。で一旦夜になったんでちょっと寝ましょう。で寝てまた朝になったら配合牧場に行ってみよう。さあ朝になりましたのでやっていこうと思います。どうだろう、生まれてるかな。もうそろそろなんか生まれてそうな気もするが、どうなんだろう。見てください、しかも2つできてるわちょっと時間が経ちすぎたかもしれない。こちら孵化させていきたいと思います。はい、じゃあ孵化装置ついたんで、こちらでね卵を孵化していくんですけれども、はい、時間が経ちまして孵化することができるようになったんで、こちらをね孵化させていくんですが、これがですね、はい、ジオラーバが生まれるということで、超簡単じゃないですかこれ。マジで序盤からゲットできちゃうんだよね。でこちらも竜の巨大卵で、2個目もあったんでね、ちょっとどれぐらいの性能になってるのかも比べてみましょうかということで、ジオラーバ2体生まれました。ということでですね、こちらのジオラーバが生まれましたということなんですけれども、めっちゃかっこいいよねこいつ。で性能的にはもうパッシブスキルが強すぎる。パッシブスキルがもう攻撃特化なんよ。防御がプラス20、プレイヤーの防御増加をプラス 10%、脳筋攻撃プラス30、そして攻撃プラス20と、もう攻撃特化よこいつは。もう戦闘向きすぎるパッシブが。まあ、サドルもね、作ってきたので、どんな感じかというと、まあ飛行は遅い。飛行はもう断然遅いっすね。これ乗ってる意味あんのかライドは別にいらないかも。だからまあ、強いから戦闘向きではあるんですけど、こんな感じで、はい、ビーム出したりして、もう一網打尽でございますマジで。でドラゴンブレスとかも使えるんで、まあ、炎を出したりねすることができると、まあ、せっかくなんでですね、こいつに乗りながらいろいろちょっとボスとかも倒してみようかなと思います。まあ、近くにね、はい、こちらボスの塔がありますんで、一旦エレパンダどれぐらい早く倒せるのかやってみようかなと思います。ちょっとレベル上がってるんですけどこいつ、ちなみに今のレベルはこいつは49レベルなんで、まあほぼカンストっすね。まあ、どういう技を繰り出してくれるのかとかいうのも見てみたいですしね、一旦ちょっと久々にボス戦でもやってみましょう。はい、ということでジオラーバ出してみます。ゾーイ&エレパンダにはどのような感じで攻撃してくれるのか。うわ、強っもう3分の1削りましたね。さあゾーイ&エレパンダも攻撃してくるけど、それよりも先に5800ダメ。まあ勝って当たり前なところもあるんですけど、
でもやっぱかっこいいね。見て、暗いところだとさ、羽とかが光ってさ、めちゃめちゃかっこよく見えるんだけれど、ドラゴン系のタイプのパルとかが好きな人はいいかもしれない。性能的には竜属性と闇属性になってますんで、竜属性闇属性とかが好きな人にはいいかもしれない。しかも攻撃もかなり攻撃特化のパルになってますんで、領地でもね結構使えるんですけど、はい、コンプリートということで、手作業は1なんですけど、はい、こちらが強いんだよね。採掘がレベル4なので、もう僕なんかはこっちの領地は採掘されるための領地なのね。こうやって金属鉱石とかがめちゃくちゃあるところに領地を構えてるんだけど、はい、ジオラーバが一気にね採掘してくれるということで、もう何体いるの、4体ぐらいいるんだけど、言うてしまえばドリタスよりも採掘レベルは高いということですね。はい、ぜひね皆さん、こちらのジオラーバ本当に序盤からでも捕まえることができるので、ぜひ今の方法でね配合してもらえたらなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちらの動画参考になったなと思っていただければ、ぜひねチャンネル登録だったり高評価よろしくお願いします。他の動画などもね配合動画出してるので、ぜひチャンネル覗いてみてください。それではまた次回の動画生放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。